こんにちは、ノブジャイブラジオ始まります。今日の話は、どういう話をしようかと思ってたんですけど、その前にね、私はの世界ジャイボサロンっていうのをちょっとやってます。その中の、ノブジャイブ研究所っていうね、所長をやってます。これノブジャイブサロンっていうのはどういうサロンかというと、ウィンドサーフィンのジャイブって方向転換ですね。その方向転換の、ね、研究所、それをメインにしたこう配信をしているっていうとこなんですよ。マニアックなちょっと話をどんどんしていきます。でもね、その中にいろんなこう専門用語の、それをちょっとね、ちょっと生き方とか人生に変えただけでね、ちょっと、役に立つ話もちょっと、織り交ぜていこうかなというふうに思ってます。今日はね、どういう話をしていこうかなと思っていろいろ考えてたんですけど、この成功っていうかね、ジャイブに関して言ってると、それが本当に上達の早い人、あとうまくいく人、成功する人、目標に到達する人っていうね、どうしようかなっていうことをちょっと考えたんですよ。その時にね、どういう人がその目標に到達できるかっていうね、いろいろと、何千人って教えてきたんだけど、よくよく考えるのはこれね、一つの、法則っていうか、一つのポイントがあってね、これ実言うてのこれね、リスクをね恐れない人っていうのがね、やっぱりね、成功目標に達する可能性がすごい高いんですよ。リスクっつってもね、いろんなあれがあるんですけど、リスクっていうのはだから、いくつかあって、怪我を恐れないとかね、失敗を恐れないとかね、怪我とか痛みを恐れないとかね、この辺は結構ね、スポーツは結構あるかもしれないね、痛みとかね、怪我とか、その辺のリスク全然をすぐ超えちゃう人とかね、あとリスクっていうのはこうウィンドサーフィンの場合だと風が吹かないとできない、だから会社をね、休むか休まないかのこうリスクがあるわけですよ。会社休んだらね、会社に怒られちゃうわけですからね、どっちかというとね、それを、リスクを取らない、リスクを超えちゃうみたいな、会社休んじゃうみたいな、あと嫁さんね、嫁さんとどっか行くはずだったけどね、家族、日曜日どっか行くはずだったけど、ゲレンデに行く方を取っちゃったみたいな、これやっぱりリスクですよ。家族がね、こう嫁さんとうまくいかなくなるわけだからね、そんなことしてたらね。でもどう、そういうことを結構ね考えると、やっぱりリスクっていうね、でも世の中このリスクっていうのをね全部排除してたら、ダメ人間になっちゃうわけですよね。そこのこう兼ね合いが難しいのかなってちょっと思うんだけどもって感じでね、私の場合はもう全てのこう、ウィンドサーフィン以外の、は全部排除しちゃったっていうことなんで、もう上手くなるにはこれは当たり前っていう話になっちゃうんだね。だからってなんだって話じゃないけど、これはでも楽しいからこうやってたっていうね、本当に楽しくて楽しくてしょうがなくて、それ以外見えなかったっていう、それ以外の楽しみを見つけ出せない、風が吹いてウィンドサーフィンやってる以外のこう楽しみをこう見つけられなかったって、それが最高に楽しいっていうふうに思えてしまった時期がちゃんとあるんですよね。だからそういうことです。だからね、これ極端な、今ちょっと話をしたんだけど、極端な話じゃないとすると、こうリスクをね恐れすぎると成功できないってことなんですよ。だからよくこういろんな相談があるんだけども、いろんな相談ってやり取りの中で、ちょっと怪我がね怖いんですよ、内側にこけたら痛いですよねとかね、こけるのが怖いんですよ、ちょっとなんか恥ずかしいじゃないですかっていうね、これリスクですね。これ恐れすぎですよね。第一、こんなこけたって怪我するかするじゃないか分かんないし、水面の上だから痛いか痛くないかも分からないじゃないですか。それをね、恐れすぎちゃうんですね、リスクをね。こけたらこんなことなっちゃうんじゃないかなとかね。こけたらみんなが笑うんじゃないかなとかって思ったりとかね。これ誰も笑わないですよね、はっきり言ってね。だし見てないですもん。そんな人のことなんて、人はあんまり。だからそういうふうにね、やっぱりリスクをね恐れちゃうんだよね。会社休んだらちょっとまずいんじゃないかなとかと思ってるけど、会社休んだって会社普通に回ってたりとかね結構するわけ。
だからそういうことを考えて、だから結構ね恐れすぎちゃうっていう人いるんですよ、うん、なんか怖いとかね、あとはあの私が教えたらコーチに怒られちゃうとかね、うん、すいませんってすぐ言う人とかね、やっぱりそれはほらそんなすいませんって恐縮してたら自由にこう体が動かないじゃないですか、恐縮してやってたら。もっとリラックスやるとき、リラックスして何か挑戦するときが一番うまくなるわけだから、それではいつでもリラックスしてない、失敗したら怒られるとかそういうふうに思ってしまうっていうね、だからまあ恐れすぎですよね、うん、だからこのリスクを恐れすぎるってことはね良くないですね。でなぜこれ良くないかっていうと、これリスクを恐れると先ほど言った話に通じるんだけども、行動回数が減っちゃうんですよ、うん、恐れすぎちゃう、怖いからこけたらほら、でちょっとこけてちょっとでもね痛かったらもう、あ次やるの怖くてやめるんですよ。結局そういうことなんですよ、うまくいく目標に達するっていうのはね挑戦回数なんですよ、うん、だからその挑戦回数を恐れすぎることによってね、減っちゃうんですよ、なんか成功率が減っちゃう、なんか成功イコール、挑戦回数かける成功率っていうねこう法則みたいなのがあるんで、うん、なんかとにかくね徹底的に数をやるっていうことをねやっぱりね抑えちゃうんですね、リスクっていうのは、いろんなリスクで、うん、怖いとか怪我とか落ちるのが嫌だとか恥ずかしいとか、うん、なんかそこなんですよね問題はね、うん、なんか絶対にこううまくなる、成功する、目標に達するっていうのは挑戦回数が絶対数が必要なわけですよ、うん、それを減らしてしまうっていうのがそのリスクを恐れるっていうことになっちゃうんですよ、うん、結局そういうことになるんですよ。だからちゃんとした法則があるんですね、うん、リスクを恐れてちょっと怖がる人はなかなかうまくならないんですねって言ったら、ちゃんとそういう根本的なあれがあるんですよ、挑戦回数が減るっていう、そうすると成功率が、ね、下がるっていうだけの話なんですよ、うん、だからまあそういう話をちょっとしてね、だからリスクっていうのはね極端に恐れないこと、うん、こけてもそんな痛くないし、水面の上だし、怪我のする確率はほとんどないです、うん、私が教えて見てて怪我っていうのはなかなかない、まあ擦り傷ぐらいは、ね、あるかもしれないけど、まあ、そんなのこうねリスクのうちに恐れるうちに入らないですからね、うん、そうで人っていうのは見てて恥ずかしいとかって思う人も結構いるんですよ。私もよくそうやって、あ恥ずかしいからちょっとこうやめとこうとか思っちゃうんで、ね、それで一回挑戦回数が減っちゃうわけね、うん、でもよくよく考えて見てると見てないです、一つが極端に見てない、うんね、見る人もいるけどあまり関係ない人ね、そういう人ってねだから恥ずかしくもなんともないですよ実言うとね、うん、結構インドサーファー同士結構見てないですよ、自分のことが一生懸命で人のことなんか見てる、見ててもね誰だか分かんないからっていうことなんですね、うん、そこです、じゃあ最後に結論を言うとね、今まで私がずっと教えて見てきた中でリスクをね恐れすぎる人ね、恐れない人じゃないですよ、恐れすぎる人ねは絶対にこう目標になかなか達しづらいっていうことです。これはもう確実に言えることですから、うん、だからねリスクを恐れすぎないっていうことをちょっと自分の中に入れておいてください、うん、リスクを恐れないってことはね挑戦をするってことですかね、うん、いろんな言い訳をつけたその挑戦をやめるっていうのもこう恐れてるってことなので、うん、いろんな挑戦をどんどんしていきましょうっていう話、恐れないことですね、恐れすぎないってことね、恐れることは悪いことじゃないですよ、ああしてこうしてったらこうなるのかなっていう、まあ、でもそれを恐れすぎないってこと、ある程度自分で決めたら挑戦していくっていうことが、成功する一番の、目標に達する一番の、ことだと思いますので、ぜひとも恐れすぎない、うん、リスクを恐れすぎないってことをいつもね頭に入れてチャレンジしていきましょうっていうちょっとお話でした。ありがとうございました。